さあ今日はね、はい、何しましょうか、ね、なんかまあせっかく年明けなんでね、はいはい、まあ、今年の我々の一押し芸人みたいなちょっとそういう話も、なるほど、マセキはいっぱい芸人がいるしね、まあね、うん、そっか、去年は日本へで来てると、うん、そうですね、どぶろっくがブレイクしましたから、うん、ああそうだね、いるかな、今年もやっぱ必ず一組はあるでしょうね、ね、何かしらね、まあ、いるだろうね、誰かな、マセキだと一応まあ三四郎が今来てますけどね、三四郎来てるね、一応、うん、あれでしょ、小宮くんとか。あ、小宮ね。そうですね。滑舌が悪いやつ。うん。やっぱちょっとそのエレキテルみたいな、うん、このギャグとかはないですから、ちょっと、漫才だろうかなという感じがしますけど。そうですね。うちは誰かいますか？うち誰だろうね。浜辺のウルフとかじゃない？浜辺のウルフ、売れるか？ネタ見たことないから。知らないよ。知らないでしょ。先輩ですからね、なんだって。芸歴先輩。まあ、年はちょっと下なんだけど。誰ですか、浜辺のウルフって。芸人で、ピンでね。で、吉本で、大阪の吉本でいて、で、俺、タムケンさんから電話かかってきて、俺可愛がってる後輩、ちょっと東京行って、サンドウィッチマンの事務所入りたいって言ってねんけど、おもうぜひぜひ、つって、まあ、オーディションやって、もちろん。で、受かって、で、入ったんですけどね。浜辺のウルフ。もう、40ぐらいなんですか？2個ぐらい下なのかな。芸歴は17年ぐらい。そうそうそう。ややこしいね。まあまあまあ。ネタ見たことないですよね。俺はないね。ないね。ない。いや、ネタ見たことないんですよね、大体。そうそうそう。俺、何がなってるかってネタ見たことないんですよ、全員。だって若手のネタってどうやったらどこで見れるんですか？全部を見てたらね、この子一押しって言えるけれども。ナイツの、その、マセキライブみたいなのもう出てないでしょ？あ、でも3ヶ月に1回、やってます、一応。でもそれは、若手って言っても、まあ、三四郎が一番若手ぐらいですね。結構もう、キャリアのある若手が出てるので。ドロンズと石本さんとか。石本さんは出てないですけどね。司会やってますけどね。まあまあまあ、たまにね。あとは誰だあと漫才協会じゃないですか。漫才協会だと、今やっぱ新宿カウボーイが。新宿カウボーイも去年ブレイクと言っていいんじゃないですか。ブレイクしてますからね。してるよね。あとはケイイチケイジとか、母心はね。母心ね。母心。とか、まあでも、あとやっぱ、その普通に師匠とかでもよかったら、東京太夢子師匠が、流行らせようとして、今、ねっていうのをやってるんですよ。ねっていうギャグを考えて、なんか、なんとかだよ、ねって二人で声合わせて、ねっていう、それを今、寄せで結構じわじわ来てますね。それ何年ぐらい前からやってるんですか？ 4 年ぐらい前からやってます。流行んねえよ。もう来ねえよ。いや、4年前からやって、今、これぐらいの状況だったら。期間は与えてあげてくださいよ、師匠に。大体1年目で流行るんですよ、流行るもの。いや、それ、師匠はやっぱ1年目がまだちょっと馴染んでないですから、体に。自分がギャグが体に馴染んでないですから。もうだって昔、よろしくねっていうのあったじゃない。ありましたね。ありました、ありましたね。ありましたからね、それはね。ダメか。ピース師匠とかね。あ、そうです。あんなエレキテル連合が、売れると思わなかったですか？ああいう形でブレイクするとはね。なんかで見たときに面白いなと思って。明美ちゃんですか？明美ちゃんが、ダメよ、ダメってずっとそれしか言ってなくて、これ面白いなって言ったら、まあタイタンね、爆笑さんの事務所入って。で、うちのね、番組にも来てくれたんだよね。パチンコ用の番組とかにも来てて、面白いんだよね、意外と。そしたらドカーンと。でも流行語大賞を取りました。取ったね。取りました。あそこまで爆発的にこう、売れちゃうとね。売れちゃうと今度難しいじゃない。そうなんですね。それ以上のものも求められるし。エレキテル連合、僕ら一回ちょっと企画で絡んだのが、そのなんかコンビ仲を調べるみたいなのあったんですけど、あそこすごい、ちょっと異常なぐらい上下関係がはっきりしてて、一緒に住んでるじゃないですか。全部家事は、明美ちゃんの方がやる。橋本さんっていう子の方が全部やって、もう、中野さんのもう言うこと絶対みたいな感じで。めっちゃ喧嘩したらしいんですよ。そういうちょっとしたことで。中野さんがね、歌いたい歌を一緒に歌わなかったからって言って、もう路上で胸ぐらつかまれて。嘘何だよ、それ歌って。いや、カラオケちょっと中野さんのワールドがあるんですね、多分ね。うん。そうなんだ。そうそうそう。すごい上下関係みたいです。ちょっとぶっ飛んでました、あの二人。洗脳って言ってましたね。こんなに真っ白なキャンパスはいなかったんで、とかつって。私の色に染めたんですみたいなこと言ってましたから。へえ。それでもちょっとまた、ブレイクしようとしてますよ。洗脳キャラだね。あ、なるほどね。女性芸人が強いんですよ。金太郎だったでしょ、その前の年。そうか。男性がね、弱いですね。やっぱ本格派がね、育たないんですよね。土壌が今ないんですよ。あ、なるほどね。もうちょっと変なやつしかいないから。そうだね、そう考えるとね。漫才協会もね、最近思ったんですけど、漫才できるコンビがね、どんどん少なくなってきて、今、わけわかんないやつばっかり増えてきましたよ。どういうこと？いや、だからその今、テレビが、普通の漫才やつでもどうせ出れないから、ああ、なるほどね。ちょっと変わったことやんなきゃいけないわけじゃないですか。はいはいはい。だって母心だって、王道じゃないわけじゃないですか、女性の、おっかんの。最近、顔ポイントっていう芸人が、ジャイアンツのユニフォーム着て、巨人の帽子かぶって。あれ面白いよね。面白いんですよ。だけど、なんかこう、普通のスーツ着て漫才やる組がどんどん少なくなってきて。確かに。だから、俺の中でマジで一押しだと、ジョーカーって知ってます？漫才協会に。ジョーカー。聞いたことはあるな。3年目ぐらいなんですけど。この間、新人大賞で一応出てたんですけど。そうそう。ジョーカーはね、ここ何年かで一番ぶっ飛んでて。まず、ボケが一言も喋らない漫才やってる。いなくなったやつでしょ？いなくなったやつ。ステージから。はいはいはい。あとこの前ステージで寝っ転がって、最後まで4分間寝続けたりとか、ちょっと僕らビビってできなかったですよ。それをもう1年目でやってて、で、やっぱり初めめっちゃ怒られたんですよ、師匠に。何やっとんねんお前とか、ふざけんなとか、おぼんこぼん師匠大嫌い。大嫌い。だけど、もう今受けてるから、それが、お年寄りに受けてきてるんですよ。なんか、だんだん漫才業界で一目置かれるようになって。そう。マジ？で、なんか、すごい、なんか、リアクションとかも薄いから、一見、なんですかね、今時の若者って感じなんですけど、お手伝いとかめっちゃやるんですよ。そう。ああ、そうなんだ。意外と誰よりも率先してお手伝いを頑張ってる。礼儀とかもちゃんとしてて。そうなんですよ。そういうところも。そうなんだ。じゃあ、芸風がただそういう感じ。芸風がそう。超とんがってるんですよ。かなり。真面目なんですよね。それがでも年配の人に受けたらこれはもう強い。めっちゃ強いですよ。それテレビとかは結構出てんの？全然出てないです。マセキ？違います。ジョーカー事務所入ってないんじゃないですかね。取りに行っていいうち。あ、獲得に乗り出します？ドラフト？いや、向こうが断るだろう。いや、そんなもんない。だって、サンドウィッチマンさん以外誰がいるんでしたか？そう、浜辺のウルフでしょ？潰れちまえよ。パーティー。名前がでかい。潰れちまえよ。八幡薫でしょ？潰れちまえよ。おー。八幡薫でちょっと一目置くんじゃない？空飛ぶゼリーも。誰だよ。浜辺のウルフと空飛ぶゼリーどうなってる？芸名どうなってるんですか？そんな奴らしかいないからね。多いな。誰が来るかな。あ、ジョーカー。ちょっと気にしましょうよ、これ皆さんね。はい。ツッコミの子が僕にそっくりなんですよ。え、そうなの？メガネかけてるね。ちょっとハゲてるじゃん。いや、そこじゃねえわ。注目の若手って、注目の若手ってそこに出ても嫌でしょ。ハゲてないですよ、そんで。いや、俺もハゲてないですよ。何言ってんですか、本当に。やっぱ去年と比べると、やっぱりこう。いやいや、来てますね。やっぱり、額が。年々後ろに下がってって。いや、下がって。最初、上向いてんのかなと思って。なんで俺ずっとこう顎上げて、ずっと上向いてるわけじゃないです。ずっと上向いてんのかなと。それでおでこが上がってるわけじゃないです。そうじゃないの。こういうもんなんです、もともと。そうです。全然もう。ものすごい時間かかるもんね、ライブ前にさ。そうですよ。だから、今日家で最近やってきてますよ。だから気づきました。今日も、僕、だからヘッドホンだと、この後の収録で髪立ち上げるのが時間かかるから、飛び出しだからもうイヤホン。ヘッドホンで頭押さえながらイヤホンにしてもらいました。だからか。天然パーマだから、湿気とか雨だとまたちょっとこう、すぐ黒くなっちゃうじゃないですか。だからやっぱ雨のロケとかの時めっちゃ嫌がりますよね。雨やだ、雨やだ。この前、あとすごいやっぱり冷え性だから、めっちゃ寒がりなんですよ。寒がり。で、この前、九州からロケ行った時に、外で撮影があったんですね。写真撮影ですぐ終わるんですけど、その時めっちゃ寒かったんですよ。だけど、雨が降ってきて、どっち撮るかなと思ったら、やっぱりコート脱いでこうやって隠してる。傘代わり。寒かったけど、それを我慢して。頭を隠して。髪の毛濡れちゃうから。いや、もうそんなに言うほどじゃないよ。言うほど、まあ。言うほども、だから本当にハゲてたら言わないもん、俺も。本当ですか？いや、もうだから、あれですよ。気使うし、そう。気使いますから。はい。僕、いつも、ドライヤー持ち歩いて自分でやんなきゃいけない。ふわっとしないといけない。そう、くるくるドライヤー。うん、はあ。で、そのくるくる。多分、自己満足だよ。あんま分かんないけどね。分かんないよ、そんな。本当に本当に。うん。自己満足だったんだ、俺。人から見たもね。髪の毛。いや、分かんない分かんない。そんなにね、まあ、気にしてないですよ。ええ。急にだから、ものすごいカツラとか付け出したら言うよ。こっちも。うん。カツラを付け出したらそうですね。どうすんの今後ね。最終的にですよね。いや、俺それは考えてるんですよ。漫才協会の師匠にもやっぱりいますから、それぞれの道がね、植毛の方もいれば、被ってる方もいますし、そのままもうずる向けの人もいます。だから、ハゲのままなのか、植毛なのか、カツラなのか。今その、選択肢としては、今一番可能性があるのは、カツラかな。嘘。マジで植毛のがいいんじゃないの？めっちゃいじられんじゃん、そんなん。いや、まあでも。こないだなんかさ、はい、ネットで見たんだけど、はい、師匠のカツラのみんな取り合いしてたでしょ、なんか舞台上で。何それふざけてね。俺びっくりした。漫才大会つってみんな漫才協会が全員出るライブがあるんですけど、そのエンディングで今もう、その、カツラをカミングアウトした新山秀哉師匠っていう人がもう、最後出てきて、ね、その秀哉師匠若手が全員で囲んで、わーって言って、掃除機。で、カツラこれ取ったーって。掃除機でカツラ取ったぞーってやって。ひどいよな。で、出てきたら、新宿カウボーイの金清が出てきて、師匠のジャケット着てて入れ替わってて、それで、まあ、その後、実は違ったっていう。逃げ切ったっていう。毎年やってるんですよ、そのお約束で。そうなんだ。それはでも受け継いでいかなきゃいけない。いやだからそれはちょっと美味しいなと思ってて。土屋師匠のカツラを取るみたいな、そういう流れない。でもなかなかカミングアウトしないですけどね。バレてる。めっちゃバレてる。バレるまでちょっと我慢してみようかな。もうカツラかもしれないですけど、もしかして。俺ね、もしかしてそうなのかなってちょっと思ってるんです。薬飲んでるって言ってるけど、実はもうその時点からもう。実はカツラ被ってんじゃないかって。大丈夫です。まだ大丈夫です。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃああんまり見ないでください。いやいや。二人はいいっすね。ハゲなさそうっすね。俺らは、とりあえず大丈夫そう。結構髪の毛色変えたりしてんだけど、強いね。そうですね。うん。白髪にはだいぶなってきてる。白髪はすごいけどね。なんでだろう。白髪になってないもんね、二人ともね。白髪ちょっとこう、なるぐらいですけど。まあね。U字工事のカオルちゃんほどではないですよ。あいつ白髪？もう、すっげえ白髪なんで、すっげえ染めてるって言ってました。そうなんだ。そうなんだ。色、あるじゃないですか。あれ全部白髪らしいです、ほんと、かおるちゃん。色要するに色が茶色いです。全部白髪らしいです。あ、そうなの？知らなかった、それ。まあでも、つるってなるよりいいよね。白髪の方が全然いいですよ。玉木浩二さんみたいなかっこいい。あ、かっこいい。木川浩二さんね。日本ではね。いや、もう早くね、ハゲて。何楽しみにしてる？みんなで営業行った時やろう、エンディングで。私の土屋君のカツラを外してつって。営業で。正直です。やだよ、もう。ダイソンかなんかね。カツラ。ギリギリまで僕はだから踏ん張るつもりです。そうなんだ。はい。いや、まあまあね。カツラの話していいのこんな。大丈夫。年明け一発目に。ほぼ本当ですよ。本当ですよ。本当ですよね。で、誰になったんですか？テーマとかなかったんですかね、これ、本当に。誰でしたっけ、売れるんじゃないか。ブレイク芸人。ナイツが三四郎。まあ、さらに。三四郎、ジョーカーね、ジョーカー。あ、ジョーカーね。ジョーカーにしておきましょう。ジョーカー。私はもういい加減長野くん来るんじゃない？おー。長野くんは、それジョーカーとかと比べるともう露出はもうどんどんしてますから。してるけど、なんかまた違う形で俺は長野くん今年は。耳に残る人じゃないと、だから俺ね、無意識に最近高いんだからってスープの歌歌うやついるじゃないですか。クマムシダベプロ。あれ今すごい売れてるんですよ。やっぱりね、申し訳ない。口ずさんじゃんですよね。風呂とか入ってて。歌ネタ強いと。なるほどね。なんで見たのか。アメトークで見たのか。あったかいんだからとか。クリワンかなんかで出てるもんね。はいはいはい。やっぱなんか耳に残る人じゃないですか。なんかちょっとね。なんか通常の売れ方がほら、さっきも荒木も言ったけど、ないんだよね、そのルートが今。ないんですよ。その、要するに、ザ・漫才とかで優勝するなりね、いろいろしない。サンドさんもだって、ハンバーガー1000個で売れたわけじゃないですか。みんな。業者から。そのネタじゃねえ。そのネタじゃなかった。そのネタじゃなかった。そのネタはあれだよ、キングオブコントだから。あ、そうそうそう。キングオブコントの1回戦で1位になったネタ。そうだそう。けじめピザだ。けじめピザだ。そうそう。優勝してるわ。なんかね。なかなかいないですね。いないなぁ。難しいな。